どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、毎年恒例にさせていただいております、今年発行したクレジットカードまとめということで、2023年にクレジットカードね、発行したものと、またね、解約したものをですね、一つずつね、紹介していきたいなと思います。いや、嬉しいことにですね、こちらね、毎年やらせていただいてるんですけれども、ま私はね、たまたま、 ま、こんなのはどうかなぐらいでね、あの、この動このシリーズね、作ったんですけども、まあ、視聴者の方にね、今年もやってくださいということで、ね、えー、毎年ね、お声掛けをいただいて、本当にありがとうございます。ということで、この T シャツ、可愛くないですかこれね、ハピタスのね、T シャツなんですよ。特にね、あの、お金出してもらったりしてないんですけども、あの、今後の前のね、オフ会の、えー、っと、シンポイさんのね、オフ会で参加させていただいて、あの、ハピタスさん来てたんですけども、 ちょっとね、あの、男性の従業員の方がいらっしゃいまして、あ、その T シャツ欲しいなと思って、あの、動画で着るんでくださいって言って、その場で脱がしてもらうっていうね、ちょっと荒い感じでいただいてしまったんですが、これね、可愛いですよね。ハピヨンくんだったかな。はい、ということで、あの、動画内ではですね、こちらの T シャツね、あの、フルで使っていきたいなと思いますんで、あの、もしね、ポイントサイトを 会社、ね、見ている方いらっしゃいましたらぜひねあの T シャツいただければ動画内で来ますんでよろしくお願いしますということで営業活動が済んだところで本題に、ね、入っていきたいなと思うんですけどもまず一番最初のカードはこちらですこれね何月だったかな7月ぐらいに発行したと思うんですけどもこちらね Amazon クレジットカードですねまあ私の動画でもねプライムデーセールの時とかにまあ案件が出てればね紹介させていただくんですけどもこの Amazon のクレジットカードっていうのは 定期的にね。あの amazon のサイトで。 発行して、えー、発行して使うと1万ポイントあげますみたいな。まあそんなのがね、ちょこちょこあるんですよね。まあ私はね、あの幸い、えー、7月ぐらいだったと思うんですけども、1万500円分のポイントを発行してね、利用していただくと Amazon のポイントあげますよということで、こちらね、年会費無料のカードなんですけども、えー、発行させていただきました。私はタイミングよくね、そのポイントで、えー、発行することができたので、まあ皆さんね、まあ定期的にね、私も発信しておりますんで、チェックしていただいて、ね まあ1万円超えてるんだったらまあ無料のカードでねまあ1万円もらえるんだったらいいんじゃないかということでまあもらえるのはねアマゾンポイントなんであのポイントサイトの案件ではねございませんのでちょっとねあのマイルとかには交換できないんですけどもまあアマゾンのねポイントもらえるんだったらいいんじゃないかということで発行させていただきましたまあこのカードはねはい多分まあ1年以内に開発すると思いますけどねはいこういった感じでね作りました次に作ったのはこちらですね t カードプライムクレジットがですね。今ね、ポイントサイトの案件がね、8000から9000ぐらいでね、えー、復活しております。ですので、こちらね、あの、今発行していただくのね、結構いいんじゃないかなと思います。このカードはですね、日曜日に利用していただくと、1.5%還元になるね、非常にね、あの、お得なカードっていう風になっておりまして、またね、年会費も初年度無料で、えー、次年度以降も一回使えば無料だったかな。はい、ずっと無料でね、維持することができるにもかかわらず、日曜日のね、還元率1 5%還元っていう風になるんですよねですので日曜日にこちらから ANAPay にチャージしていただくと1.5%還元でこちら T ポイントが貯まるクレジットカードっていう風になりますんでその時点で1.5%の ANA マイル還元率は70%交換率になりますんで1.05%の ANA マイル還元率なんですよね。でまたね anap にチャージして このポイントはもらえるっていうふうになりますんで ANAPay 使った時にもねまた還元がいただけるっていうふうになりますんで ANA マイルの還元率ね青天井で1.55%還元なんですよ。 めちゃくちゃゃく高いですよねですので ANA カードじゃなくてもいいので ANA のね還元率高いカードが欲しいっていう方はこのカードねめちゃくちゃおすすめっていたがちになります年会費しかもこれで無料で次年度以降も使えばね無料になるっていうふうになりますんで1.55はね ANA のねビザのプラチナプレミアムカードより還元率高いっていうふうになりますんでねまああの ANA のビザプラチナプレミアムもですねルート組めばねもっと還元率2%超えるんですけれども、まあ、こちらね年会費無料ですからね それがやっぱり強いですよね。はい。まあこのカードはですね、ちょっと私はね、あの、n m l 管率高い部分もあるんでね、しばらくね、持っておきたいなと思います。あの、年会費もね、無料ですんでね。はい。次に作ったのはこちらですね。こちらね、ぜひ皆さんね、 え、作ってもらいたいなと思うぐらいのね、お得カードです。こちらね、無印のクレジットカードで、えー、年間ね、えー、9月、えっ、ー、と、何月だったかな <laughs> すいません、年2回ね、え、500ポイントね、カード持ってるだけでもらえるんですよ。で、そのポイントはですね、無印で、え、利用することができて、まあ私はね、何回か紹介して、ちょっとね、今現物が見つからないんで、ここにね、写真出しておきますけれども、このね、無印のね、あの、スマートフォンのこういうね、コード、 束バネルね、ケースが180円ぐらいで出てるんですけども、まあ、私はそれをね、毎回買ってる、今のところね、2回ぐらいあって、2回ともそれ買ってるんですけども、このね、ケースが非常にいい。やっぱり私はあの、YouTube で発信してることもあって、旅とかね、まあ家でもそうなんですけども、 あの、高度がめちゃくちゃ多いんですよね。で、これをね、束ねられるということで、非常にね、快適です。これ使ってると。ですんでね、年にね、2回500ポイントもらえますんで、私毎回それに突っ込んでるんですけども、まあ、180円でそのケース、えー、購入することができるんでね、このケースは本当にいいですね。しかもね、スマホスタンドにもなるということで、えー、ぜひね、検討していただければなぁと思います。昔ね、これポイントサイトに案件あったんですけども、今ね、もうなくなっちゃって、出たとしてもね、中、 何歳だったかな ?20、20代限定みたいな。まあ、そんな感じになりますんで、こちらね、まあ普通にね、あの公式サイトにね、え作っていただければな、なんていうふうに思います。それはね、ちょっと概要欄に載せておきますんで、よかったらチェックしてください。あ、で、これはね、あの、多分しばらくずっとね、持ち続けると思います。で、次ですね。これはキャンペーンで作りました。MI カードの一般カードですね。もともとね、MI カードゴールドプラス。 私は持っておりまして、まあ、これね、解約去年ね、あのしたんですよね。で、今年ね、この MI カードのね、キャンペーンで、えー、っと3万円もらえるキャンペーンね、結構話題になりましたよね。あの毎月10万で1万10%還元。 それが3回ですね。はい。私もね、こちら、えー、利用させていただいて、えー、使いました。で、これに関してはですね、正直もう、あの、キャンペーンが終わりましたんで、えー、っと、しばらくしたらね、<laughs> 解約したいなっていうところですかね。まあ、年会費無料なんですけども、まあ、1年経たないぐらいでね、え、解約していきたいなっていうところですかね。で、次に、えー、こちらですね。えー、っと、こちらは UC プラチナカードですね。えー、こちらは、えー、っとね、 これ私はね、これはポイントサイトの案件で作ったのかなえっと、年会費実質無料で作ってたのかな <laughs> ちょっと理由が思い出せない。えっとね、この UC プラチナは確か私の場合なんで、ポイントサイトの案件で作ったと思うんですけども、まあ、このカードね、プライオリティパスがね、えっと、えっと、いつだったかね、変更になって付くようになったんですよね。で、こちらは年6回か7回ぐらいね、7回かな ?6 回か。6回無料で7回目からね、有料なんですけども、6回はね、利用することができます。で、このカードはですね、まあ、何回か紹介しているんですけども、ポイントサイトの案件で、16,500円ぐらいの 案件で、出ていますで年会費も1万6500円ということで、まあ実質無料でね、あの利用することができて、プライティパスで6回ぐらいね、利用することができるっていうふうになります。で、今ね、初年度年会費無料キャンペーンを使うか、ポイントサイトのね、年会費かかる方を選ぶか、まあこちらね、まあお好みになるわけなんですけども、まあどちらにしてもですね、実質ね、無料で利用することができるっていうふうになりますし、 プライティパスもね、年間6回利用することができて、一応プラチナカードなんでね、あのコンシェルジュとかもで使うことができます。で、私はね、こちら次の更新がね、2月ぐらいなんで、まあ、それまではね、開約するかなと思うんですけども、まあ、それまではね、ちょっと利用していきたいなっていうところですかね。それでは次にね、こちらですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエキスプレスカード。まあ、こちらね、油圧として入れたプライティパスがね、あの、年会費初年度無料で、またね、プライティパスがね、発行することができて、プレステージカー んでね利用することので,で,、えーね、で,で、今年ね、プライティーパスで利用させていただいたラウンジは基本的にこれの、えー、プライティーパスで、えー、利用させていただいたっていうところですかね。まあ今のところこちらは、えー、次の講師が多分1月か2月なんですよね。ですので、まあその時ね、多分解約すると思うんですけども、えー、それまではね、利用していきたいなっていうところですかね。やはりね、あの、初年度年会費無料で、あの、プライティーパスをね、いかにあのゲットしていくかをね、私がや やってますんで、まあそれでね利用しているっていうところですかね。で次ですね。先日こちらも解約しちゃったんですけども、オリーブの一般カードのビザカードですね。三井住友銀行になるのかオリーブなんでね。 はい。こちらは、まあ、先日ね、動画出させていただきましたけれども、え、プラチナプリファードとね、えっ、ー、と、オリーブのプラチナプリファードの動画先日出しましたけれども、その、まあ、その時にね、言ってると思うんですけど、私はね、このオリーブが発行開始になった時に、一番最初ね、一般カードを作ったんですよね。ですので、今ね、一般カードが手元にあるということで、今は解約して、今、プラチナプリファードの到着待ちっていう風になります。まあ、こちらはね、 まあ非常に懸明綺麗ですよね。まあこちら一般カードっていう風になるわけなんですけども、こちらもね、解約済みっていうところですかね。では次ですね。こちら一問着あったセゾンゲーム、えっ、ー、とゲームカードだったかなセゾンゲーミングカードですね。はい。こちらは、えー、こちらのポイントサイトの案件で、えー、利用して、 えっといくらだったかな多分1万円ぐらいだったと思いますけども、その案件目当てで発行させていただきました。で、えー、それで発行して、えー、もうポイントもね、獲得も終わっておりますので、まあ、こちらもね、1年以内に解約するかななんていう風に思うんですけども、ちょっとね、映像で分かるか分かんないですけど、ちょっとね、これね、横から見るとね、なんか浮き出たような感じのね、あの、えー、なんつうか、仕様になっててね、結構かっこいいんですよね。はい。まあ、これはセドのね、ゲーミングカード。もうね、1年経たないうちに、えー ま、年会費は無料なんですけどね。はい。開約すると。 思います。それでは次ですね。先日ね、やっとホテルも宿泊させていただきました。V ポイントはねえ、利用することができる、ホテルニューオータニクラブカードですねえ。こちらはね、年会費が1300円ぐらい、初年度からかかるわけなんですけども、V ポイントをですね、ホテルニューオータニのポイントにえ、クーポンにね、交換できて、それで宿泊することができるねえ、めちゃくちゃいいカードですね。はい。ですんで、V ポイントをえホテルニューオータニの食事券とか宿泊券とかね、利用されたいっていう方は、 このカードね、めちゃくちゃおすすめです。まあ、このカードがないと、そのクーポンに交換することができませんので、まあ、このカードをね、あの、発行が必須になるわけなんですけども、まあ、V ポイントをね、ホテルに使いたいっていう方は、ぜひね、発行検討していただければなぁと思います。まあ、私もそれ目当てで作りまして、まあ、このカードは多分ね、解約しないと思いますかね。はい。そういった形になります。次が、こちらですねえ。マレーツカード。 こちら4系列のね、えマ、ー、ルエスカードなんですけども、こちらもポイントサイトの案件で発行して、えっと、発行するだけでポイントサイトの案件で、まあ、7、8000ぐらい取れて、またね、えっと、毎月3万円使うとね、あの、合計1万1000ポイントぐらいね、もらえるキャンペーンが、ま、やってたんですよね。それで発行させていただきました。ですんで、今ね、毎月3万円ね、ワオンにね、チャージして使ってる感じですね。まあ、それで発行して使って、まあ、このカードもね、キャンペーン終わったら、まあ、解約するっていう感じですかね。 はいいままあ、そういったところになりますで次が TDC カードですね東京ガールズコレクションカードということでまあ、こちらもねポイントサイトの案件と、まあ、イオンカードのね独自のキャンペーンで、まあ、合計確かね1万 8000ぐらいだったかな、まあ、もらえるキャンペーンがやっておりまして、まあ、それに乗っかるためにね利用させていただきましたもうねあの値上げがねいろんなものされてこれもあの10%オフ、まあ、あの10%ポイント還元なんですけどね、まあ、もらえるカードということで、まあ、そういうのを利用して、まあ、お得に買い物してるっていうところですかね、まあ、これもねキャンペーンがね終わったら解約っていうところですけども件名がね非常に不思議ですよね何にも書いてないあの大理石の石みたいなそんな感じのね県名になっております はい次ですね次はこちらですエポスゴールドカードそうなんです実は私 JQ エポスゴールドをねあのエポスゴールドカードに変更させていただいてまあ、こちらねなんで変えたかっていうと あの、JK エポスね、あの、ミクシエムの方の選べるポイントアップショップね、終わってしまいましたよね。ですので、まあ私はね、今ずっとあの、プライオリティパスをね、ずっと、初年度年会費無料ね、こう、渡り歩いてね、今ずっとお金を払わないで、プライオリティパスを更新し続けてるんですよね。まあこれをね、まあずっとやってるんですけども、まあそろそろね、あの、終わってしまうかもしれないんで、まあその後ね、どうしようかなっていうところでですね、やはりあの、エポスプラチナカードをね、ちょっとね、 あの、獲得したいということで、まあ、どっかのタイミングでね、エポプラ100万収容はね、ちょっとやりたいんですよね。で、そのためにね、ゴールドに戻しました。で、このカードで、ま、100万円ぐらい使うと、プラチナカードにインビが来るんで、まあ、それでインビが来たら、プラチナカードにして、まあ、それを年間100万円使って、2万ポイント、ボーナスポイントでもらって、そのポイントで、 年会費をね、総裁していこうっていう作戦をしております。そうするとですね、年間2万円プラチナカードだとね、かかるんですけども、まあ、ポイント充当で払えばですね、年会費実質無料で、しかもね、エポスプラチナカードはプライオティパスね、プレステージで付いておりますので、まあ、それで運用していきたいなっていうところで、えー、エポスゴールドカードにね、JQ から戻したっていたがちになります。いつかね、こちらはメインカードとしてね、使っていきたいなと思います。というのもですね、 先日ね、こちらポイント、ツイッター等々でもね、非常に話題になりましたけれども、アポロステーションプラチナビジネスカードですね。まあ私はね、こちら一般カードとビジネスカード両方ともあって、まあいつか発行しようかなぐらいでね、思ってたんですけれども、まあもうこちらね、終わってしまったんですけど、ポイントサイトの案件で22000万2千円ぐらい。 かえー、あったんですよね案件が一番高いところはね確かに2万8,000ぐらいまでポイントサイトの案件あってでこのカードね私はハピタスでねマリオット・ボーポイント集めてますんであのハピタスで2万2500円とかで案件やったんですけども、まあ、実質年会費無料。 ですよねポイントサイトハピタセン22000なんでさらにですね実質無料ですよねさらに公式の方で,ですね12月からキャンペーンが始まってまして22000相当のポイントがもらえるねキャンペーンが来てたんですよね当時ですのでポイントサイトで実質無料になってるプラスさらに上乗せで22000分のポイントがもらえるということでめちゃくちゃお得だったんですよねでこの案件ね動画でもね紹介させていただいたんですけども結局ね あの、後方この方にはね、申し込んだ方はね、軒並み、あの、審査を落とすっていうね、あの、ひどい対応に <laughs> 終わってしまったね、このアポロプラチナビジネスカードなんですけども、まあ、私の予想としてはですね、この12月にそのキャンペーン、あの、ポイントは2万2000、馬乗せもらえるキャンペーン始まったんですけども、その前からね、ポイントサイトに案件が2万2000ぐらいであったんですよね。多分、私の予想、そのプラスポイントでもらえる、 キャンペーンを開始するときに、そのポイントサイトの案件多分下げ忘れたんじゃないかなと思う感じなんですよね。だって普通に考えておかしいじゃないですか。だって実質無料のポイントがもらえている広告をね、ポイントサイトに出しているにもかかわらず、あの、発行しただけで2万2000円分ポイントがもらえるっていうね、結構おかしな状態でね、あの、スタートしちゃったんですよね、12月1日に。それで ツイッター会話の人がね、みんな発行したんですけども、私はね、あの、幸いね、そのキャンペーンにも両方とも乗れてね、実質年会費無料、プラス2万2000ポイントね、えー、もらえるということで、で、このカードね、あの、発行元は、えー、イデミツクレジットと、えー、クレディセゾン、まあ、セゾンカードなんですよね。ですので、プライディパスがですね、プレステージ会員で、 ついているカードっていう風になります。で、またね、初年度年会費無料で追加カードがね、発行することができて、その追加カードにもプレステージ会員でプライティパスね、付帯することができるんですよね。で、またですね、こちらね、9枚までね、プライティパス発行できる追加カード発行することができて、その9枚全部ね、プライティパスね、あの、プレステージ会員で付けることができるっていう風になりますんで、これすごいですよね。結構ね、あの、デスクで確認したんですけども、 間違いないらしくて、しかもね、初年の年会費ね、9枚まで追加カード無料っていう風になりますんで、これはすごいですよね。まあ私もね、こちら追加カードね、発行して利用していきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあこちらでね、プライティバスまたね、1年間利用することをプラス政治会員でできるっていう風になりますんで、まあ次の1年はね、これで利用していきたいな、と思っております。 ま、これから発行されたいっていう方は、こちらのね、あのー、静岡銀行のセゾンプラチナ。こちらも、え、本会員、まあ、実質電解費無料で利用することができて、え、家族カードもね、あの、1枚無料で発行できて、で、またね、プレステージ会員で、プライティバス利用することができる。もしくは、まあ、いつも言っている MUFG プラチナ。まあ、どっちかがね、おすすめっていうところですかね。で、次ですね。このカードはね、あの、プラチナ、あの、アポロステーションのプラチナビジネスなんですけども、そのね、 2週間前1週間前ぐらいかなゴールドカードも私、これは個人カードで発行したんですけれども、 こちらね、ポイントサイトの案件で、1万1000年会費かかるんですけども、えっと、2万4000か3000ぐらいでね、案件がありまして、私はね、突入させていただきました。ですんで、まあ、実質、1万3000円ぐらいのね、黒字ということで、こちらね、発行してましていただいたわけなんですけども、これはね、チョビリッチだったかなそう、ハピタスで作りたかったんですけど、ハピタスの案件がなかったんで、確かポイントサイトチョビリッチでね、作らせていただきました。まあ、こちらね、実質ね、1万3000円ぐらい 黒字ということで、まあ、来年にはねこちらは解約していきたいなっていうところですかねはいこんなところですかね次に解約したカードですね解約したカードはこちらです。えー、三井住友 カードのビジネスオーナーズゴールドですね。こちらも解約いたしました。まあこちらね、あのポイントサイトの案件でね、作りましたんで、これは解約して、あともう一個先ほども登場した MI カードゴールドプラスですね。まあこちらね、ティアットラウンジ、羽田空港第3ターミナルね、ティアットラウンジがね、このカードで入れたんですけども、まあそこもね、もう プライティバスに対応いたしましたんで、まあ、こちらはいいかなっていうところですね。まあ、一応、第2ターミナルのカードラウンジ。あそこもね、アメプラとかしか入れないんですけども、このカード入れるんですよね。で、あと、この MI カードのゴールドカードもね、入れるんですけども、5000ぐらいの年会費で。まあ、そちらね、もし行く機会があったら、その5000の方を発行したいなっていうところでもうね、解約しましたね。 あと、こちらですね、えー。昨年ね、お世話になりました、プライティパス。こちら、先ほどお話ししました、MUFG のプラチナカード。まあ、こちらね、あの、1年間、プライティパスね、あの、実質年間費無料で利用させていただいて、まあ、家族が多い方はですね、こちらね、1枚3300円で家族カードが作れて、その家族カードにも、プライティバスプラチステージで作れるっていうふうになりますんで、家族が多い方はですね、このカードがね、プライティパスおすすめっていうふうになりますかね。まあ、私はね、あの、もう解約してしまいました。 はい。そんなところですかね。一応ね、あの、デビットカードで、あの、こちらですね、発行しました。まあ、先日ね、モバイル保険の話をね、させていただきました。SBI 銀行のプラチナデビットですね。こちら年会費1万1000円ですけれども、まあ、私は新しい iPhone 買おうかなと思って発行したんですけれども、発行しといてよかったですね。はい。先日動画にしましたけども、こちらでね、あの、パソコンの修理ね、させていただきましたのでえ、こちらね、あの、もう、 私はね、あの、3年分ぐらいの年会費を取り戻したんで、あの、たぶんこちらね、回復しないで持ち続けると思いますかね、まあ私はね、まあ私もっていうか、まあ皆さんそうだと思うんですけどパソコンも持ってると思いますし、スマホも持ってると思いますし、まあ持ってる人はね、あの、アップルウォッチとかも持ってると思いますんで、まあこういったね、結構強めのね、あの、モバイル保険ね、持ってるのを結構おすすめですね。まあこのカードね、何がいいかって、パソコンもスマホも、スマートウォッチもゲーム機もね、通信端末だったらね、まあどれでもね、あの、保証していただけ っていいうにになりますすねこれが本当に強いですよ、ねまあ、そういう理由でまあ私はねちょっと保有し続けようかななんていうふうに思っております。ということで2023年に発行したカードはですねまあ、デビットカードを入れないと1234567。まあ 8、9、10、11、12、13。まあ今年は13枚ということで、まあ去年ね10枚、あの動画見直したんですけども、10枚ぐらいだったので、まあ去年よりね、まあ3枚ほど多かったっていうところですかね。多分漏れないと思うんですけども、平井さんあのド、あのカード忘れてますよみたいなあったらちょっと教えてください。まあ多分全部で合ってるとは思いますかね。 はい。っていう感じになります。まあ、私はね、基本的に、あの、リクマイラーでね、あの、ポイントサイトの案件でクレジットカードで発行させていただいておりますけども、まあ、今年はね、こんな感じと。 いうことで、ぜひね、参考に、まあ、参考にはならないかもしれないですけども、まあ、楽しんでいただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。まあ、案件の紹介ね、基本的にコミュニティ欄か LINE 公式アカウントがね、中心になるかな、なんていうふうに思いますので、LINE 公式アカウントはね、登録されてない方は、ぜひね、登録していただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ